ただリードはリーポジションあります。そしておー、なんとバンクショット、そして両手を上げたタム。トランスリー中を狙ってくる間庭ですが、外から福澤、おお、今日はこれシュートタッチが非常にいい。平尾にうまくいってるところで中に送った、ここはクーソーフリーになっていた。今度も止めに行ったんですが、バカード、ブスクット、どうかな、2人の激しいディフェンスだ、外振っていって、タップして、小林スリー、決まる、タップして繋いだボール、小林最後決めています。さあ、ここは、おお、激しいディフェンス、高橋が村上についています。そして菊山、菊山には鶴巻、ディフェンス激しい、ダブルチームでいく、あー、たまらず菊山、相手に当てて出すだけという激しいディフェンスを見せます。カンバラ、あー、しかししっかりと巻いて空想ダンクが決まりました。おー、いいディフェンス、そしてスチールはできるか、いや、空想外に出して、さあ、鎌田のスリー来たー、いやー、鎌田が決めました。いや、ベンチ全員が飛び出して鎌田の得点を喜んでいました。さあ、また11点差、2桁になりました。あと、ターンオーバーになった。さあ、そして走る陽が自ら持っていってユーロステップで決める。見事なステップ、陽も今日も2桁ポイントを超えています。入らない、マニワがドライブから外に出す、福澤スリー打てるか、打てない、マニワのスリーだ、きたー、マニワも今日は当たっています。これで17点。